今日の御言葉、マタイの福音書20章6節から11節。また5時頃出て行き、別の人たちが立っているのを見つけた。そこで彼らに言った。なぜ一日中何もしないでここに立っているのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。主人は言った。あなた方もブドウ園に行きなさい。夕方になったので、ブドウ園の主人は監督に言った。労働者たちを呼んで、最後に来た者たちから始めて最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時頃に雇われた者たちが来て、それぞれ1デナリずつ受け取った。最初の者たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思ったが、彼らが受け取ったのも1デナリずつであった。彼らはそれを受け取ると主人に不満を漏らした。家の主人は朝から働いた人にも夕方から働いた人にも同じ分だけ賃金を払いました。これは救いに関することです。救いは行いによるのではありません。私たちがどれだけ神様のために何かをしたから救われる、何かをしていないから救われないということではなく、ただただイエス様を信じる信仰によってのみ救われることができます。ですから、どんなに遅くなったとしても、人生の最後でイエス様を受け入れたとしても、その人は救われます。私たちのような早くから救われている人は注意しなければなりません。自分の行いが義となってしまいます。他の人が何もしていないのを見て不満に思います。救いは他者との比較ではなくて神との比較です。今日も信仰による救いを受け取っていきましょう。 All for Jesus。